単に言うと僕の休み時間を使って、すごい深い後から甘みのあるコクがめっちゃうまいです。美味しいですね。俺も食べながら、うまいな。うどんって言葉はなかなか珍しいと思うんですけど、あ、はいはい、なんで10分なんですか？もう簡単に言うと僕の休み時間を使って、まあ、その10分間だけ一応下でこういうふうにおうどんを、はい、提供させてもらっています。で、まあ、休み時間言うてももう10分が、まあ、言うたら限界というか、まあ、いろいろ、調理して終わって片付けして、で、まあ、全部で、まあ、営業時間あんまり長くしちゃうと休み時間僕なくなっちゃうんで、うん、まあ、10分ぐらいで一応、まあ、区切りつけてやってます。はい、この休み時間を使ってまであの10分間でおうどんを売ろうとか、はい、っていうか、 なんかその営業されようと思ったなんかきっかけとかあったんですか？きっかけはやっぱりここを一応あの製麺会社でして、まあ、お土産とか、まあ、おうどん、まあ、半生麺とかそういうのを製造してるんですけど、まあ、実際お土産買ったお客さんの、まあ、声というかそういうのが、まあ、こちら製造側にとってあまりこう耳にできないんで、まあ、実際もここに来てもらってうちのおうどんを、まあ、食べてもらってこう声を聞きたかったのが、まあ、最初のあれなんですけど、ありがとうございます。はい、もう10分うどんを始められてもうどのぐらい経つんですか？どれぐらいなのかな、もう3年、僕が初めて来た時は2019だった、ね、それ1年前ぐらいですよ多分。1年前、あ、じゃあその前からは、はい、前ですね、はい、4年ぐらいですか。っていうかもう3年経つんですよね、住み込みしてから。もう3年目ですよね、目実はそう、これ2021バージョンなんで、ね、やっててよかったです、10分、はい、また2回目の、はい、ありがとうございます。いえいえ、もうこの10
もう巷ではあの、はい、幻のうどんって言われてるんですけど、そうですね、もうこの10分うどんを食べるためには何を見といたら、あ、一応あの僕の方でもあのツイッターの方で一応、宣伝いついつやりますというのは一応上げさせてもらってるんですけど、あ、ツイッターで、はい、ツイッターの方で、はい、確認もできますし、はい、あとまあ、それが一番もう毎日更新してます、まあ、ほとんど休みです、休みですですけどもうとある日にやりますみたいな、まあでも大体まあちょっと前もって、1週間内、まあちょっと前もっては一応報告はさせてもらってるので、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。今回でしたらあのうどん屋さんじゃなくて、そうそう、今回はねあのカレーをキーマカレー、はい、うん、を扱ってる、はい、デッドキッチンさんとコラボさせてもらうんですけど、なかなかね、あの、まあ、カレー屋さんと、そうやって、カレー屋さんとうどん屋さんがコラボっていうのもすごくね、なんか楽しいし、まだね、すごく美味しいお店なんで、僕もすごい今からドキドキワクワクしてるんですけど、うん、そういう声がね、声をかけたり、かけてもらったりしながらこういうコラボできるのは本当にすごく幸せなことですね、はい、カレー言うたら隠し味とかよく言われると思うんですけど、はいはいはい、なんかこだわりの隠し味みたいな、そうですね、はい、うちのこだわりの隠し味ってもう、まあ、どこよりも愛情が入ってる、愛情はいところですね、いいですね隠し味、隠し味いっぱい入ってます、多分他のカレー屋さん使ってない食材とかってすごいうちの入ってるから、もしよかったら一つだけでも、一つだけ、何でしょうこれ、大量のリンゴですね、リンゴ、はい、へえ、うちのそのアパレルの方があのリンゴをモチーフのデザインなんですよね、うん、アップル、これもそうなんですよ、アップルギャングシーンで、まあ、そのリンゴにちなんでちょっとカレーのコンセプトをぶらさずやるみたいな、リンゴはかなり使ってます、リンゴも、はい、やっぱりリンゴを入れることで、はいはいはい、甘みとか、そうですね、甘みとやっぱりなんかちょうどいい酸味が出るというか、はい、
線が足りんかった。よっ。OK。いただきます。僕だとうなぎ屋さんって言われてます。うなぎ屋の魚屋な。これ今けど、すごい深い、後から甘みのあるコクがめっちゃうまいです。はい、美味しいですね。これ俺も食べながら、うまいな。これがあれよって、リンゴの分かる、自分で作るって言ってしまう、うん、あんまりないですけど、これ美味しい、うまい、なかなかない、米よりね、こううどんの方が相性いいんですけど、ほんとに、あ、さっきも言われてました、これうどん用に作ったキーマって、そうそう、うん、すごい、ごちそうさまでした、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあ、閉店します。はい、はい、ロゴのキマコスバナナ、ロゴのキマコス、この整理券なんですけど、はい、まあ、パッと見のれんに見えるなってみんな思うんですけど、はい、これ実はバナナジュース発売きっかけは、はい、飯もカレーもずっと持ちないで、うちの味すごかったですよ、あの時のお友達さんってやっぱりどう説明してんかビクトリーの部位なんですね